で、この続きやってみたいんですが、今、メーバービジョンに動画を投稿する設定を入れながらこの音声をやっているので、途中でスクロールが止まってしまう、無言で止まってしまう場合がありますが、今もそうですが、そうですね、動画を投稿しようと思います。動画を投稿しようと思いますが、今アップロードしている最中ですね。で、再訪問期間というのは、まあ、なんでしょう、アフィリエイトする商品があったら、一回クリックして、やっぱ買うのをやめようと思い、で、20時間後またその商品を買った場合、そのクリックして買うのか、違うところで買うのか分かりませんが、が再訪問期間というのがあります。で、自分がアフィリエイトした商品で、あ、ちょっと待ってください。アメーバビジョンの投稿画面が出たので、投稿設定をしたいと思います。で、投稿が完了しました。で、しばらくすれば投稿されますね。で、再訪問期間というのは、例えばアフィリエイトした商品があって、それをクリックする。で、クリックしたときは買わなかった。で、20時間後。こっから先はちょっとわかんないですが、他のサイトでさっきクリックした商品を買うと、最初にクリックした人に、最初にクリックした人に報酬が行くという感じなのかなと思うんですが、アメーバブログ最初は20メガだったんですね。30メガだと思ったんですが、20メガでした。20メガバイトでした。こんなに正直稼げないなと思います。読んでみたんですけども、2005年ぐらいの結構古い本ですね。これは2006年ぐらいだったと思うんですが、古いですね。iTunes、これで、好きな音楽を、まあ、紹介することができたんですが、でも、まあ、アフィリエイトで成功するというのは難しいなと思いました。この上の方にある、これですね。まあ、古いのです。2005年とか2006年。よくても2006年なので、2010年の今使える方法は、まあ、参考になる点はあるんですが、実際と。できれば2010年の今のアフィリエイトで儲かる方法というのが本になっていればいいんですが、そうですね、ここですね。で、これ、スピンブラシはこれは使っています。実際に自分も使っている商品なんですが、まあ
そうですね、初めてこの電動ブラシというのを使ったんですけども、まあ、よくできているなと思いました。で、一回ここで切りたいと思います。